今日はですね、こちらの最近よくブログでもご紹介させていただいておりますワコーズさんのパワーエアコンプラス、こちらのちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。ちょうどいい具合にですね、弊社のアッパーシートと色が一致しておりますので、ちょっとうまいことしておいておりますけれども、まあこの時期ですね、特にもう夏、まあ、だいぶ最近は涼しくなってまいりましたけれども、まあ、エアコン使われる方が多いかと思います。車でですね、そしてその中でですね、エアコンの機器だったりとか、燃費だったりとか、まあ、いろんなところでエアコンを使うことに対してのですね、弊害、いろんな話っていうのは、まあ、インターネットでも耳にすることが多いのではないかなと思いますけれども、まあ、大きく分けて実はこれちょっとだいぶ前の数年前の資料をちょっと引っ張り出してまいりまして、まだ当時ですね、ワコーズさんのこちらの、今このパワーエアコンプラスっていう名前になってますけども、昔エアコンレボリューションといいまして、このパック R ですね、こういう名前だったのでちょっとその当時のものなんですけれども、まあ、今ハイブリッド車が非常に市販車で多くなってまいりましたので、まあ、ハイブリッド車対応ということで新しく新商品として今回出ているのがこのパワーエアコンプラスという形になりますので、基本的な性能的な部分は変わらずにですね、中に入ってますエアコン用のオイルの性質っていうのが以前のそのパック R に比べてハイブリッド対応になっているということになっているそうです。はい、これはちょっと和光さんから聞いた話なんですが、まあちょっと話を戻しまして、まあ、夏になりますと、エアコンをつけることによって車の燃費が落ちるっていうのはですね、よくある話になりますが、まあ、それもやはりあのコンプレッサー、エアコンの機械ですね、エアコン、まあ、ガスを圧縮する機械になりますけれども、コンプレッサーが動くこと、まあ、これがエンジンと一緒にベルトを介してですね、まあ、エンジンが動くことでコンプレッサーが動きますので、まあ、エアコンを使うイコールエンジンに対する負担が増えるという形になります。まあ、参考の、まあ、こういうデータでいくとですね、まあ、5馬力から15馬力ほど、まあ、エンジンパワーを消費するということで書いてありますけれども、まあ、これはまあ数年前のデータになりますので、近年の分になりますと、もう少しですね、ちょっとデータ上はもしかすると、消費するパワーの量というのは少ないのかもしれませんけれども、実際やっぱりそういった形で、まあ、エンジンの力をですね、コンプレッサーが奪い取ってしまうことで燃費が悪化します。まあ、それに対してですね、まあ、対応策というか、こちらの、まあ、パワーエアコンプラス、こちらを入れるとですね、この中に、オイル、コンプレッサー用のオイルというのが入っております。コンプレッサーっていうのもですね、あんな方ですね、コンプレッサーっていうのも、まあ、機械ですので中にオイルが入っております。で、そのオイルがやっぱりあることでスムーズにコンプレッサーが動くわけなんですけれども、そちらのオイル、専用オイルっていうのを補充してあげることでよりスムーズにコンプレッサーが動きますので、負担が少なくなると、エンジンに対する負担が少なくなるので、燃費の改善、パワーロスの低減というですね、そういうメリットがこちらの製品を入れることによってございます。そしてもちろん、まあ、エアコンの添加剤イコール、まあ、一番最初にイメージに出てくるのはこのエアコンの冷房ですね、冷房性能が、まあ、上がるというところが一番ちょっとメリットになるのではないかなと思いますけれども、一般的にですね、まあ、こちらにちょっと書いてあるんですけども、エアコンガス、こちら、まあ、例えば何か故障してるとかそういったことではなくてもですね、実はエアコンガスって正常な状態でも、まあ、ここも参考データですけど、年間に 3g から 20g ほど抜けてしまうということで、エアコンガスもですね、やはり使用していく、車を使用していく中で自然に抜けていきます。ですので、ガスが少しずつ少しずつ自分がこう知らないうちにですね、抜けていってしまって、それがエアコンの効きが悪くなる一つの要因になるわけなんですけれども、そちらのまあ補充、まあ、これは当然といえば当然ですけれども、まあ、ガスの補充ということになります。ですので、まあ、今回のこちらの製品ですね、これ一つで、オイルの補充、ガスの補充、こちらの2点を一気にやることができるということで、非常にエアコンサイクルには優しい、まあ、エアコンサイクルの、まあ、一つ、まあ、クリーニングといったらあれですけれども、メンテナンスをするという意味でですね、非常に役立つ商品になっております。そしてですね、まあ、ただ単に補充をするだけではなくて、まあ、この3番4番、まあ、耐久性だったり、先ほどうちの、ウェブ担当の村上の方に調べてもらって静粛性だそうですけども、静粛性の向上ということで、単純にその効きが良くなる、コンプレッサーの動きが良くなるというだけではなくて、エアコンシステムですね、ですから配管、まあ、これにちょっと例えで絵が描いてあるんですけれども、どうしてもエアコンの冷媒が流れているパイプの中っていうのは、まあ、どん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 汚れが蓄積していきまして、まあ、人間でいうと血管みたいなものですね、
汚れがこう溜まっていくと通路がやっぱり塞がれていきますので、本来流れるべき量の冷媒ガスが流れない、エアコンシステムがうまく作動しないというところが、厄介なところになりますけれども、こちらを注入することで、一つ中の正常分散性ということで中をクリーニング、クリーンにしてくれるというですね、汚れを取り除いてくれる、また汚れがつきにくくなる、そういう役割というのを果たしておりますので、単純にエアコンが効きが良くなるだけではなくて、またコンプレッサーの動きが良くなるだけではなくて、エアコンシステムのクリーニングというところも一つ兼ねて、入れることができます。また、静粛性というのはそのコンプレッサーの動きが良くなることでというところになると思うんですけど、ガス、オイルの漏れの予防ですね、またこの目詰まりですね、こういったところを解消してくれるということで、非常にメリットが多い製品になります。ですので一般的に言う添加剤、エアコンの添加剤だったり、いろんな、エンジンオイルとか、ガソリンとかいろんな添加剤そうなんですけれども、メリットとして考えられるのはですね、一番もうメインの部分、今回で言うとエアコンの効きが良くなるっていうのが非常にメインとしては大きいところになるんですけれども、それだけではなくて、さらにそれにたくさんついている付随している付加的なところがあることによってですね、よりこの効果っていうのは大きく、なかなか一個一個体感していくっていうのは難しいかもしれませんけれども、トータル的に見るとすごくですね、メリットの多い製品っていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。実際に、これ入れていただいた方の声としてですね、エアコンの作動音が静かになったっていうですね、そういうところもありますし、家族のもたつきが減ったような気がしますっていうですね、もちろん、どこまでの効果、そういう燃費だったりの具体的な数値や、例えばその加速だったりとか、そういうところがどこまで変わるっていうのはですね、一概にこう数値で表すことはできないところもありますけれども、そういう体感的なところで、感じていらっしゃる方もいらっしゃいますし、あとはそうですね、やっぱりエアコンの配管の汚れだったりとか、その内部的な清掃をするっていうところで、最初のエンジンかけ始めですね、例えばスーパーまで行ってお買い物をされて、また車に戻ってエンジンをかけてエアコンをつける、その瞬間の最初のエアコンの効きっていうところも、こういった製品、この今回のエアコンのパワーエアコンプラス、こちらを入れることで、変わってくるというところもございますし、非常にですね、エアコンを使っている中でのメリットっていうのがたくさんある製品になっておりますので、目安としてはですね、大体ワンシーズンですね、ですから年に1回、大体夏エアコンを使うと思いますので、年に1回っていう形で注入していただけるといいのかなと思うんですけれども、これも何本も何本も、例えば7月に入れて、8月に入れて、9月に入れてっていうことで入れるわけではなくて、エアコンサイクルを一通り使うですね、ワンシーズンで1本入れていただければ全く問題ありません。入れすぎるのもですね、エアコンサイクルにはよくありませんので、適量がもともとこれ工場の方で設定されて作ってある商品になりますので、これを1本注入するだけで、先ほどご説明させていただいたいろんなですね、メリットを体感することができます。そして、こちらのですね、通常は商品代金と工賃とって入れていくと結構な金額普通になってくると思うんですけれども、先日からブログで書かせていただいてますように4000円に消費税で、これ工賃込みですね、全て作業ができます。ですのでこちら1本入れさせていただいて、工賃込みで4000円消費税で作業ができますし、在庫も常に置いておりますので、作業時間も大体もう10分から15分ぐらいいただければすぐ補充の方もできますので、ぜひ店頭で気軽にお声かけ、スタッフの方にですね、お声かけいただいて、すぐ言っていただければすぐ入れれるようなものになりますので、ぜひどしどしお問い合わせというか、ご来店いただいて作業の方ですね、していただければなと思います。ぜひ一度入れていただくと、体感しやすい、この時期は特にですね、エアコン使われる時期体感しやすい商品になっておりますので、また来年も入れたいなと思っていただけるんじゃないかなと、個人的には思いますけれども、ご不明な点とか、もう少し詳しい点に関しましては店頭スタッフの方までお問い合わせいただければと思いますので、こちらネット販売とかしているものではありませんので、店頭での作業のみになりますけれども、どしどし、キャンペーン期間中ですね、この夏このパワーエアコンプラスで一緒に暑さを乗り越えていきましょうということで、今日はこの辺でお別れです。さようなら。